ペンティアム D は2005年にインテルが発売した X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサ。一つのプロセッサのパッケージに二つの CPU 台を実装するいわゆるデュアル台により実現したデュアルコアの CPU である。ペンティアム4の CPU コアが流用されているが、ペンティアムエクストリームエディションとの差別化を図るため、ハイパースレッティングテクノロジーは 無効化されている。消費電力と発熱の点で、ネットバースとマイクロアーキテクチャで一つの CPU コアでの性能向上が難しくなったことから、二つの CPU 台をワンパッケージに収めることにより熱問題を回避し、同時期に発売された AMD のデュアルコアプロセッサ製品へ対抗するという商品回答がある。2006年の夏には、 消費電力と発熱の問題を解消し、さらに性能も十分に高いインテルコア2が発売され、メインストリームとしての役目を終えたが、生産は継続された。しかし2007年12月7日をもって、需要源のため受注が終了、その後は製造されていない。市場からは、後継となったコア2両などの、デュアルコア化の宣伝をつけた CPU と位置づけられた。なお、 インテルコア、インテルコア2の登場により、ペンティアム D は、ペンティアムシリーズの最後のモデルとなると言われてきたが、コアマイクロアークテクチャを採用した、コアにデュオシリーズの廉価版である、デュアルコアの、ペンティアムデュアルコアが2007年、第2四半期に登場することにより、ペンティアムブランドの延命がなされた。セレロンデュアルコアとコアにデュオの間を埋める、製品である。対応する、インテルチップセットは、 である。2005年5月26日に投入された第一世代の PentiumD。ベースとなるコアは90ナノメートルプロセスで製造される2コーナーで2個の隣接したコアを1個の台としてシリコンウェハから切り出してパッケージに収めた製品。従来のネットバースト系までのインテルの CPU バスは2個の CPU で共有する形態であるため2個の CPU コアを一つのパッケージに収めるだけで、デュアルコア、CPU として成立させることができる。このことは、デュアルコア CPU の完成、発売を急いでいたインテルにとって不幸中の幸いだったと言える。アイストは830と840で、使用可能、軽負荷時には 2.8GHz へ、クロックダウンされる。820は 2.8GHz 固定。 ソケット LGA775。2006年1月5日に投入された第2世代の Pentium D65 ナノメートル版 Pentium 4セダーミルを MCM で実装したものである。L2 キャッシュはスミスフィールドと比較して各コアにつき2メガバイトの合計4メガバイトに拡張されている。当初投入された P-1 ステップのコアでは エラッタによりアイストや C1E といった省電力機能が使用できないものがあったが、後に投入された C-1 ステップのコアではこれらの省電力機能が有効化され、950や940などの比較的高クロックな製品でも TDP が 130W から 95W へと大きく引き下げられている。また、最終の D-0 ステップでは960の TDP も 95W へと減少している。内部構造は1台2コアのスミスフィールドと異なりパッケージには2台2コアを実装している。これは製造プロセスの微細化によってパッケージ側に配線スペースが十分確保できず一台化が困難になってしまったためだと推測されている。プロセッサーナンバーは900番台。VT と呼ばれる仮想化機能を搭載しない。 電化版が後に投入されている。ペンティアム4と同じくネットバーストマイクロアーキテクチャからトランジスタが大幅増えたプレスコット系トリック電流の大きい90ナノメートルのプロセスルールを採用しているため発熱と消費電力がかなり大きい。そのため当初の800シリーズではシングルコア製品であるペンティアム4と比較して最上位品でも600メガヘルツも低いクロックでの 新製品発表となった。しかし、それでも、ウィラメットからトランジスタが増えたプレスコット系の第二つを一つの CPU パッケージに収めることはかなり無理があり、発熱はコンシューマー向けではほぼ限界にまで達してしまった。特に830及び840においては、リテールクーラーを使用した場合、熱保護機能である TM2 がたびたび動作し、 820と同等のクロックに落とされる事態が発生した。TM2 は消費電力低下を主眼にしたアイストと異なり、熱から CPU を保護し、破損を防ぐための緊急クロックダウン機能であり、スミスフィールドの発熱量の大きさがわかる事例といえる。65ナノメートルプロセスで製造される900シリーズでは消費電力の低減が期待されたが、 当初リリースされたリビジョンでは C1E と i ストという2つの省電力機能がエラッタにより使用できずあまり大きな差は出ていない。それでも上位モデルでは TDP が引き下げられ800シリーズでは実現できなかった 3.4GHz 動作の製品がリリースされている。これらのエラッタを修正した後期のリビジョンで消費電力は大きく低減したものの マーケティング的な理由もあり、クロックは 3.6GHz が最も高い製品となっている。製造原価としては大きな差があるペンティアム4とほとんど変わらない価格設定がされている。これは製造量が確保できずデュアルコア製品を明確にシングルコア製品の上に位置づけていた AMD とは対照的な戦略で発熱や CPU ファンの騒音、 消費電力を許容できるならば、コストパフォーマンスという意味では、優れたものとなっている。販売の低迷と性能に自信を持つ光景となる、コアネデュオの発売を間近に控えていたため、思い切った価格設定が可能であったとも言える。S スペックが SL94 で始まるものが該当する。ありがとうございます。